北京ダック、北京ダック、北京ダック、北京ガモ、ペイチンカオヤー、ベイジングコンヤーは、下処理したアヒルを、丸ごとロで焼く中華料理。北京料理の代表料理の一つ。香港では、パッケンティンアップ、ベイクジングチンアップ。台湾では、ベイピンカオヤー、ビッピングコンヤーとも呼ばれる。ロー、釜の中でアヒルをパリパリに焼き、皮をそぎ切りにし、薄餅、バオビン。 ボビング、または、カヨうもホイエビン、ヘイビングと呼ばれる小麦粉を薄く伸ばして加熱した皮に、ネギ、キュウリや天面ジャンと共に包んで食べる料理である。皮だけを薄くそぐ店と、ある程度肉もつけて切る店がある。北京市内の専門店では、一匹、半匹といった単位で、北京ダックを注文し、合わせて、前菜、スープ、揚げ物などのアヒル料理を、 メニューの中から選ぶ。コース料理の場合は、残った肉の部位は、肉料理に加工して食べる。骨の柄は白濁した、カモユ、やーたん、イエタンと呼ばれるスープを作るのに用い、アヒルの下がカモユの具材にされることもある。通常は皮、肉、骨の3点セットだが、水かき、かもテのひら、ヤージャン、スハングは茹でてから仕合にし、肝臓は素揚げにして強される。このように、 無駄なくアヒルの様々な部位を使用した料理のフルコースを全家模席、チュアンヤーシー、クワンヤキシーという。中国においてはアヒルを直火で焼いた料理をガモ、カオヤー、コイヤー、ショウカモ、シャオヤー、シャアオヤーという。ガモの歴史は北宋時代にまで遡り、秋代の小説、金平梅にはしばしば焼きガモの名前登場する。ガモの起源について、 印の最小コレマサが東欧に献上した白鳥の炙り焼きをガモの元とする俗説が存在する。15世紀に明の英楽カドがアヒル料理の盛んな南京から北京に遷都した際に原型となるチャーシューガモが伝えられ、宮廷料理に採用された。このため、南京の別称である金漁を冠した金漁チャーシューガモとも呼ばれた。また、三等八小節も存在する。 金漁チャーシューカモは型や昼の肉を柔らかくするために一度湿ったにし、その後肉に大きな刺すまた大股を刺して少しの時間かで炙る料理であり、現在の北京ダックとは様子が異なっていた。金漁チャーシューカモが北京に伝えられた時、香ばしさと肉の柔らかさを追求するため、調理法に北方遊牧民の食文化の特色である炙り焼きの技術が加えられる。 関東料理の小豚の丸焼きの技術を学んだという文献も存在する。当初は宮廷でのみ食されていたが、火星年間1522年から1566年に民間発の専門店として北京ののりたけ門外に金料老弁義母が開店し、後の時代になると金料老弁義母の評判にあやかった店名をつけ、弁義房という料理店も開店する。 新末になると、アヒルの調理法が多様化し、1864年に開業した、全厚無徳、全厚無徳、カモ店などのライバル店の台頭によって、金料老弁義坊は閉店に追い込まれた。金料老弁義坊の閉店後、かつてその店名を真似た、弁義坊は、弁義坊、カモ店に店名を改めて1855年に、数分門外で営業を始め、 金郷老弁義母の調理法を受け継いだ南方式の北京ダックを提供していい。現在は中国に限らず香港、台湾、シンガポール、マレーシア、タイなど中華系住民の住む地域に共通して見ることができる料理である。その知名度から世界各地の中華街で看板メニューになっており、日本の北京料理店でも提供する店があり、近年は横浜などには 専門店も開店している。また、真空包装や冷凍技術の発達により、中国で焼かれた北京ダックが各国に輸出されている。秋夜になって南方の食文化が北京の宮廷に導入された時、北京ダックの食材となるアヒルも南京から北京にもたらされる。当時のアヒルは羽毛が黒く体調も小さかったが、品種改良と人工飼料によって、 羽が白く、脂が乗り、柔らかい肉質のアヒルが作り出される。北京ダックに使うアヒルは、戦前は、北京の白郷、今の二貫路の東貧門、朝日門付近などで飼育されたが、戦後は、北京市郊外、河北省を中心に、特殊な方法で飼育されており、料理のみでなく、このアヒルのことをも、北京ダックと呼ぶことがある。早く、大きく、 脂肪を多く蓄えた状態に育てるために、麦などの高カロリーの餌や、配合飼料を口に加えさせたパイプからい流し込んで、強制的に食べさせる、すなわち、フォアグラ生産における、カバージュ同様の強制給餌である。充填するような、食べさせ方、もしくは、この方法で育てられたアヒルを、天下も、ティエヤー、ティニアと呼ぶ。この天下もは、体質が弱く、 気温の変化や怪害の体性が低い。なお、中国では詰め込み教育のことを、天下模式教育と呼ぶ。孵化後、約60日目からアヒルに栄養価の高い餌を与え、体重が 5kg から 6kg に達した時点で出荷する。出荷時期が遅れると肉質が落ち、アヒルの中には吸出するものも出てくるため、出荷の際には厳密な検査が行われる。 食材とするアヒルを屠殺した後に毛をむしり、内臓を取り出して、血を抜き、下、手羽先、足の部分が取り除かれる。アヒルの体内に空気を入れて膨らませて、フックにかけ、熱湯を身体全体にかけて体表についた、余分な油を洗い流す。皮に、飴糖水、水飴に水を加えてに溶かしたものを塗った後、アヒルは余分な水分を除くために一昼夜吊るされるが、 この乾燥の工程で肉が腐敗するカキは、北京ダックの調理に不向きであり、本来北京ダックは秋、冬、春の料理だった。アヒルに含まれる、余分な水分を蒸発させる装置が考案されたため、現在は季節にかかわらず北京ダックを食することができる。北京ダックは、炉の中のフックにアヒルをかけて焼き上げる製法より、カイロガモ、クワルカオヤグワルコヤとも呼ばれる。 主に焼き方の違いにより、オーブン式の扉付けの炉で蒸し焼きにする闇炉、アンルー、アエヌベルト、扉なしの炉で直火でアヒルを炙る明アン明暗アンルー、MNG やエヌベルトに分かれる。秋尾に考案された闇炉は、最初に炉の中で火を燃やし、残り火と炉の壁の余熱でアヒルを焼き上げる。アヒルの腹の中には、香味野菜と調味料、スープが詰め物として入れられており、 余熱で蒸し上げられることで、詰め物の風味が、肉に行き通り、肉が柔らかく仕上がる。その反面、皮の食感は、明暗炉で焼かれたアヒルに比べて、香ばしさに欠ける。南方式の調理法は、現在も便宜坊、鴨モ店などの店舗で受け継がれている。また、闇炉とインドで、ンやタンドリーチキンを焼くタンドールという炉との類似点が、指摘されている。新末に、 全厚無徳、カモ店で考案された明暗炉では、ロシアのペチカと似た扉なしの暖炉でアヒルを、焚き木の直火で焼き上げる。炉内の湿気が低いため、皮の香ばしさが増す点に特徴がある。また、アヒルの肉を柔らかくするため、腹の中には湯が入れられている。北京の専門店にはこの方法でアヒルを焼き上げる、店が多い。アヒルが焼き上がったら、 添いだ皮と三東小産のネギ、北京機やきゅうりの千切りを薄く焼いた小麦粉の皮、薄餅、バオビンに甜麺醤をベースとした甘い味噌と共に乗せ、巻いて食べる。巻く時は、薄餅を利き手でない手に乗せ、最初に味噌ダレをつけたアヒルの皮や肉を中央に置き、さらにネギやきゅうりを縦置きにし、薄餅を左右から三つ折りにした後、手前側の薄餅を折って底を閉じれば、 中身が落ちて怪我すことがない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。